ということで、皆さん、こんにちは。こんにちは。安田なつきです。東小雪です。ということで、二人で始めた、きづらいあなたへという番組の第2弾ということで、今日はお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回はね、リモートで。こうやって会えると嬉しいですね。ここにね、アクリル板がありますけれど。でもやっぱりね、対面だと違うよね。キャッチボール感が。うん、やっぱりこう、呼吸がね。会いやすいよね。そうなんだよ ね。なんかオンラインだとどうしてもこう相手が喋り終わるのを待ってで一呼吸置いてまた喋ってみたいな、なんだろう、ちょっとラグ感っていうのが。どうしてもちょっとね。どうしてもね。でもテレビで見てる分にはコメンテーターの方がリモート出演なさるのは結構視聴者としては慣れてきた感じがあって、でもやっぱりお話しなさる方は、私もこうやってお話しさせてもらっている時はやっぱり息が合いづらくてこの方がいいなと私は思います。噛み合ってる感がねやっぱり全然違うよね、うん、やっぱりどうしてもこうね、今テレワークでオンライン会議の方も多いだろうけど、うん、どうしてもやっぱりこうずっと画面をね見て全部キャッチしようと思って疲れちゃう部分もあるなと。そうなんだよね。そう、でも今会えないからね。ね、だから今日はちょっとね、この番組からほっと一息つけるようなね空気感を醸しつつちょっと進めて、リラックスして聞いてもらえたら嬉しいですね。いいなと思っています。ということで第2回のテーマがですね、居場所を見出せないそんな時にということで、実はたくさんの方々に事前にですね、ご質問とコメントをいただいています。で、いくつかご紹介していきたいと思うんですが、はい、一番最初にご紹介していきたいコメントが、ちょっと共通している悩みなのかなというふうに思っていて、こう、居場所を見出したいんだけれど、うん、でもやっぱりそれってエネルギーがいるし、なんか一人が居心地がいい時もあるしっていうことで、ちょっと距離感に悩んでいる方々のメッセージを、4つほどここで紹介していきたいと思うんですが、まずはアミさんからいただきました。現在会社を休んでおります。気分や体調が優れない時に周りから気分転換になるからと外出を勧められることがありますが、断ると悪いからと相手に遠慮してしまい、無理に出かけて帰って具合が悪くなる場合があります。気を使ってもらえるのはありがたいのですが、一、うん、人の方が自分の居場所を確保しやすいケースがあることも理解していただきたいです、うん、ということ、続いて KT 宮古島さんからいただきました。人のことは大好きなのですが、人と接していると昔からすごく神経を使ってしまって、一人で過ごすことが時がすごく安らげます。逆に人が好きなので人と接することを望んでいます。そして人といるととても楽しいのですが、神経をすり減らしてしんどいです。まるでアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状況です。このような状態ですが、新しい居場所を探しつつも躊躇してしまう自分がいます。若い頃はエネルギーにあふれていたので、どんどん新しい人と出会い新しい居場所を作ってきました。ですが今は落ち着いてきたためか、一人で過ごすのを好むようになりました。ですが今の自分に合った新しい場所を作りたいと願っていますということです、うん、続きましてサクさん、大学3年生です。はい、私はもともと同じ学部のほとんどの人とは馬が合わず、狭い人間関係の中で生活していました。また同期や仲間の良さを部員がアピールしている部活に入っていますが、実際は私はそんなに部員が好きではありません。コロナで大学も部活もオンラインのみの活動になったので、これまでのように苦手な人と会うことをなんとなく避けつつも、顔に微笑を貼り付け仲いいふりをすることも少なくなったので、最近は心のしんどさが減りました。そして仲のいい人だけ連絡を取り合ったり会ったりしていました。しかし狭い人間関係だと特定の人に依存してしまいそうな気がするし、依存先の人が自分の方を向いてくれなかったら嫉妬してしまっている時があるので、もう少し人間関係を広げたいと考えています、うん、ということです、最後にもう一方、イサムさんからいただきました。東さん、安田さん、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。前回の放送、質問も採用していただきありがとうございました。こちらこそです。多くの方の思いやお二人の思いも聞かせていただき、とても勉強になりました。通信制の高校で仕事をしていますが、生徒一人一人の居場所はどこなのだろうか、と、この年になっても考えてしまいます。距離感であったり、こちらの思い込みではないだろうか、と、待つべきか、声をかけるべきか、
うまくいくこともあるし、うまくいかないこともあるし、なかなか難しいですよね、ということなんですが、ね、皆さんこう、人間関係の距離感に悩んでたり、まあ、そういう悩んでるのかなっていう人にこう、どう声をかけていいのかっていう、うね、こう悩みを抱えてましたが。でもこのイサムさんの学校の先生でいらっしゃるんですよね。なんか、そうやって考えてくださってる先生とか大人がいるっていうのは、きっとすごく正解がなくてもそうやって生徒に向き合おうとしてくれているっていうことがすごい大事だなと思って、きっとその時って声掛けがうまくいっても、まあ、うまくいかないって感じてらっしゃっても、何かあったら相談しようと思ってもらえるんじゃないかなと、私はそのね、難しいな、あ、これでいいのかなって思ってらっしゃるかもしれないけど、そういう感覚を持ってお仕事してくださっているのがやっぱりすごくありがたいというか、大事なんじゃないかな。なんかその時にこう扉を開くっていう勇気がなかったとしても、いつでもそこに開けられる扉があるんだっていうふうに思ってるだけでね、ちょっといざとなった時に、やっぱりっていうふうに、あの先生ならとかあの人ならもしかしたら相談できるかもって思える大人とか職員の人が増えるといいなと思うから、正解がなくてもその時うまくいかなくても、そういうこういうお気持ちであの人と関わることしていらっしゃるのはすごくいいな、いいなというかね、そういう先生がたくさんいらっしゃったらいいなと思いますね。なんかでもそこに他の方々がこう抱えてる悩みのこうヒントみたいなのもある気がしていて、なんか自分も関わりたい時に自分のペースで関われるみたいな、多分こう前のお三方がおっしゃってたのって、なんかこう例えば約束したからその日に集まらなきゃみたいな、ね、スケジュールでされてるとか、なんかやっぱりミーティングがあるから参加しないといけないのかなっていうふうに、なんか義務感が人間関係に出てくるとすっごい生きづらい感じがするよね。お仕事休みになってる方もいらっしゃるけど、あのその日の朝体調悪いかもしれないからね、そしたらごめんねって言える関係性で、あ、分かった、また今度ねって言えるといいんだけど、でもこれだけ気を使っていらっしゃってメッセージくださってることっていうのはやっぱりすごくね、言いづらいんだろうね。だからやっぱり声をかける方も多分よかれっていう ね、 そうだね、だからやっぱりその善意があるから断れないだと思うけれど、なんかね、その善意のあり方もいろいろだから、いや、その日の例えば1時間前でも30分前でも、あ、やっぱり無理って思ったら全然遠慮なく行ってねって、 LINE しとくとすごい気が楽だよね、 LINE してもらえると ね、 そうね、確かに。でもし具合悪かったら、あの全然断っていいよとか、そういうのがあるとね、いいよね。だからなんか無理なく自分のペースで関われる居場所、例えばね、なんかアポを取らなきゃとか約束をしなきゃとかじゃなくって、なんか私が暮らしている町って割とこう、なんだろう、常連になりやすいこうお店みたいなところがあって、まあなんかお店にもよってね、やっぱり方針が違うにしても、そしたら別にね、約束をしてそこに行くわけじゃないし、ランチの時間に行ったらなんとなく、そうそうそう、顔なじみの方がね、お店の方がいて、でちょっとこう会話をして、でそこから思わぬ形でね、こう居合わせた他のお客さんと会話が生まれたいっていう、でそこに参加してもいいししなくてもいいみたいな空気があるとすごく楽だよね。そういう場所があまりないよね。そうね、なんかね、そうね、約束していくってなるとしんどくなっちゃうことあるよね、私はある。そうね、あった。まあ、自分のペースをそこに合わせていくんじゃなくて、なんか本当にこう自分のペースだからこそ気軽に関われるこう拠点をいくつか自分の中で確保できるといいかななんていうね。一人で過ごすのが好きっていう方もいらっしゃるけど、私それはそれすごくいいと思っていて、でもなんかずっと一人だったら、あのもし違うこともしたいなっていうふうに思ったら、じゃあ集まれる人だったり行ける場所があったりって緩やかなペースでいいんじゃないかなと思うんだよね。なんか緩くていいんだよって、ねね、別に一人だから孤立しているイコール悪いみたいなことではないし ね、 だからすごい人と一緒にいるのも好きだけど、すごくこうあの聴覚過敏だったり感覚過敏だったりがあったりすると、私聴覚過敏なんですけど、あの電車の音とかすごい痛いって聞こえるんだよね。高架下の音とか痛いし、賑やかな場所も楽しみたいっていう気持ちがあっても、あのすごい疲れちゃうんだよね。なんかエネルギーが減っていくの、ただ単純に嫌だとか、そこにいる人が嫌いだとか、なんかそういうわがままだとかも全然違くて、ただ単に物理的な刺激が長いと疲れちゃうだけだから、それってなんか体力が消耗するみたいなことだから、そうなったら私は家ですごい休むようにしてる。なんかね、静かな音楽聴いたりとか、あの部屋の照明暗くしたりとか、光も刺激になっちゃうから、あ、それでは私は結構エネルギーが下がったんだなと思ったら、回復するのを自分で待ってるようにしてるかな。だから一人で過ごすのが好きっていうのも
いいんじゃないで、自分のエネルギーがこう、うん、高くて今こういうことやりたいな、行きたいなって思ったら、うん、ね、人と、ね、過ごせばいいし、でもそれでも疲れやすいんだっていう性質の人も結構いるから、うん、それはそれでいいというかね、ね、付き合い方かなと。なんか本当にチャージのさ、エネルギーチャージのペースって本当に人それぞれ、それぞれだよね、だしね、だからやっぱりこう早くこう立ち上がらなきゃとか、うん、早く人間関係を結ばなきゃとか、うん、なんか誰かにせかされたりとか強いられる必要は全然ない、うん、そうだね。でも私はなんかそういう性質を持ってるから、エネルギッシュな人が結構羨ましかったりして、こう社交的で外交的な人がいいなって思うこともあるけど、でも自分はそうじゃないからさ、それが30代になってやっと分かるようになったから、それしたら少し楽になったかな。なんか大学でね、みんな仲の良さをアピールしている部員がいて、自分はちょっとついていけないなって感じてる人もいましたね。わかるね。でもなんかみんな私たち友達だよねみたいなのが、うん、なんかもちろんね、それが心地いい人もいるだろうけどね、なんかその場に馴染めてない自分はダメなのかっていう、うんうん、学生の頃はすごい疎外感感じてましたね、うん、そこしか知らないからさ、うん、そういうコミュニケーションの取り方がみんなマジョリティというかみんなそうだと、そこについていけない自分ってなんかすごい劣ってるんじゃないかな、変わってるとかよく言われるし、自分の欠陥なのかなっていうふうに思っちゃうよね。そう、ただ数が少ないだけだと思うんだよね。で、大人になってもっとすごい仕事でも何でもいろんな付き合いがこう増えてくると、あ、いろんな人がいるんだなってことがちょっとずつ分かってきたんだけど、高校生とかね、の時、大学生とか、私は宝塚にいたんですけど、宝塚のその50人としか接しないわけだから、そこで自分がマイノリティだとなんか、そうだからやっぱり緩くでいいから心のコミュニティが複数あるとちょっと楽になるかなっていう気はするんですが、今人間関係全般のことだと思うんですけれど、実はもうちょっと範囲が狭まります。家族のことでもね、ちょっと悩んでる方がいらっしゃるので、メッセージをご紹介していきたいと思うんですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。